皆さん、こんにちは。棋士のマイケル・デルモンドです。今回の動画は、付け引き定石のかけ継ぎの変化を解説します。主にその後の打ち込みの変化を中心的にやっていきます。この付け引き定石というのは、前にも片継ぎの変化でビデオを出しましたけど、今回はこのかけ継ぎで黒が受けた場合、こう開いてその後の黒が、まあこう黒の締まりがね、今印がついてる黒の締まりがありますけど、この締まりがある布石で何十年も打たれてきた人気の定石ですね、これは。ただ最近少し少なくなったのは、まあ AI があんまりかけ継ぎ打たないっていうこともあるんですけど、あと黒はね、この段階でいろいろと選択肢があるということで、黒の選択肢の幅が広いから、まあ先の見通しが立ちにくいから白が打たなくなったっていうこともあるので、どちらかというと片継ぎの方が人気定石になってきたかもしれません。ただ昔からある定石なんで、打ち込みの解説をしたいと思います。ちなみに黒の選択肢として、例えばこの辺に開いて打った場合は、白はここにつける手があって、まあ一番平凡な変化ですと、こういうふうになって、黒は隅の地を囲いながら、まあ白はこの辺にこう勢力を作っていくっていう打ち方ですね。これだとお互いに分断ですね。でまあ黒はこの辺で点を抜いて、この開きとこのかかりと、黒は足早にね、こうオーバーをどんどん打ってるのに対して、まあ白は一応こう右上でね、かなり手厚い格好で、中央、5番の中央のあたりが手厚くなっているので、まあ一応いい勝負という変化ですね。まあただこの動画では、まあ普通に受けるという形を中心にやっていきます。こういうふうになった時に、上辺の詰めが非常に大きい。まあ一回かかり打って詰めたということにしておきましょう。この詰めがどうして大きいかというと、一つはね、この左辺の黒の構えに幅を持たせる効果がありますね。こう立体的になりつつあるということがあるんですけども、もう一つはやはりここの打ち込みを狙っているというのがポイントですね。黒は詰めてきた時に、まあ無難なのは何か受ける手ですね。例えば、こういうふうに一間に飛んで受けるのが昔から、まあ、常識とされていた手ですね。これは物の本にも載っている一番普通の打ち方です。まあただこれは AI の手はどうかと言いますと、この星につける手っていうのはね、この形でも出てくるんです。これは AI 定石のプレイリストで、まあその大ゲマ締まりに対する星のつけっていうテーマでビデオを作ったことがあるので、ちょっとこの場合はね、ここの黒の開きがあって少し特殊な形ですけど、このつけのことに、まあ、興味がある方は、その AI 定石の解説のビデオも、見てもらえると嬉しいと思います。まあ、上の方とか、あとはコメントの中ですね、にリンクを、つけておきます。まあ、この場合のつけというのが、まあ、こういうふうになって、やはりこの黒石が、ね、あるんで、ちょっと黒の打ち方も特殊になるんですけど、まあ、ここに押す手が良さそうですね。そうすると、こうつけて、このような形になると、白としてはね、この印があるところの、ここですね、この打ち込みが、緩和できた。つまり、ここにある程度勢力を作ったことによって、もう打ち込みの脅威はあんまりなくなった。そこの白が強いことによって、打ち込まれる心配がなくなったということが言えるので、効率よく上辺の白地を守ることができたということは言えますね。まあこういう白の対策もあるんですけど、このビデオでは白は手を抜いたら黒はどうするかっていうのを、これを、取材にしたいと思います。黒の急所はこの3線の打ち込みですね。これは、ここの2線の渡りを見た手です。そこで白は、まあコスミです。この時に黒は一応、まあ3通りと言いますかね、一つはこの2線に行く手なんですけど、これだと地を荒らすだけになります。
白とすれば、まあ、このように上打ってこのくらいになれば、これはもう白は大体連絡している格好なんで、さらに手を抜くことができるんです。仮にこう出てきても黒はここに戻る必要があるんで、白はまあ全ての石が連絡してますよね。これはまあ白怖くないというか、地は荒らされたんですけど、ここの地は荒らされたんですけど、外の白が非常にまあしっかりした形なんで、そしてまあ白はね、こういうふうにこう2手大場を先行してますから、そんなに腹は立たないという局面です。もう一つの黒の選択肢っていうのはこの横付けですね。この横付けっていうのは中盤で時々見られる手ですけども、基本的には黒のコウ立てが、いいコウ立てがないとダメなんですね。上跳ねられてこういうふうにコウに弾く手というのはね、コウ立てが良ければ立派なんですけど、まあこの序盤ではコウに勝つためのコウ立てがないので、コウに負けてしまって損が大きいということですね。これはまあこのコウに負けた時の黒の損が、白が何か2手打ってもこんないい格好にならないっていうぐらい、例えばそうですね、こういうふうになった時は白の形が立派すぎるということで黒はちょっと不満ですね。なのでコウに、つけてコウにする手もあまり良くないということで、黒として一番取りたい選択肢はこの上桂馬ですね。これが黒のおすすめの手です。白を張ってぶつかった時に、ここで白はまあ2つの方向性があるんですけども、下に渡っていけばこのようになって、これは上押さえですね。このように上押さえるんですけど、ちなみに下を這うとここに曲がられて苦しいですね。これはまあこの2つの点が見合いですね。こことここが見合いで、ちょっと黒の苦しい戦いです。これはおすすめできないですね。なので黒は上を押さえて、白は抱えて、この時にコスミつけるのがいい手なんですね。このコスミつけに対してどっか寄せを打つと、下から絞って、これは白欠け目になってしまいますね。でこういうふうに受けると、まあさらにこういうふうに打った時にこの絞りが非常に立派ですね。まあこう黒の外の形が非常に立派で、この辺もほぼ地になってますね。そして右側のこの白石、この白石の目がないんで、ちょっと苦しい戦いが続くことになりますね。これでは白が面白くないので、まあ白はやはりここに受けなくちゃいけないんですね。まあこれを取るか、まあこういうふうに下がる手もある。これはどちら選んでも大差はないんですけど、この時に黒はじっと引いて、これは非常にこう手厚いいい格好ですね。白はもし手を抜けば、さらにここに飛ぶ手がいい手で、これは白はね、この印のところ、ここに目が一つあるだけで、もう一つの目っていうのはこれから作らなくちゃいけないので、もう少し攻めが効くっていう格好で、黒の構えがやっぱり立派で、この辺が比較的地になりやすい、まあ大ゲマの締まりだったので、こういうふうに補強できると効率がいいっていうことがあります。あとはまあこの辺に黒の厚みがあって、中央も黒が厚いので黒満足の形です。こういうふうになってね、まあ上辺はまだちょっと攻めが残ってますけども、左辺でも黒は余裕のある戦いですね。まあ今のは下渡った時の変化です。もう一つは上曲がった時には、これは戦いの形ですね。これはしかし黒は下跳ね打って白の渡りを止めることができます。この時まあ白は上に行くか下に行くかね、こう押さえを打つと、まあ一回覗きぐらい打ちましょうか。この下に打ちますと、押さえを打つとここにかけついで、これは黒は白の間を分断して、まあ私の好みだともう黒を持ちたい感じなんですけど、実際は互角に近い格好ではあると思います。ただ白はこう右側の白と左側の白と、まあどちらもはっきりしない、
でその間に黒の弱い石があるんですけど、競り合いっていうのは間にあった方が、まあ、逃げるたびに、まあ、例えばねもうちょっと進めるとこういう風になったりこういう風になったりすると、黒の一つの石が左にも、右にも効きますので、こう逃げる間は2つの白石、両方の白石にその黒の手が効くっていうことで、競り合いっていうのは間にいる方が有利な場合が多いんですね。つまりここに渡りを止められると白は2つに分断されるんですが、まあ例えばねこういうふうに上当てて連絡しようとするっていうこともあるんですけど、この場合もこう飛び出してね一応抵抗します。で白がこう出切ってきた場合はこう渡って、これはここに切る手とここに伸びる手と2つの狙いが残りましたね。例えば白がここへ継げばこう伸びてね、これが右に受けなくちゃいけないのでこうなりますけども、ここの白はね結構弱いのでまずその白は攻められるし、右側の白も完全ではないですね。まあこの辺あたりに打って右側の白にを圧迫するということもできるんで、黒としては主導権を握った戦いになっていると思います。またそうですね、この時に今黒こう渡ったところですが、こちらへ継がないでこう抱える手も考えますけど、その時はここに切って、この形はねまたさらにここの切りを見てますので、地も大きい、実質も大きいんですけど、まあ次の切りの狙いもある。そしてまあここに強い形を作ることによってこの大ゲマ締まり、この締まりっていうのはいろいろとね隅に手つけられる弱点があったんですけど、こういうふうに右に黒の強い形ができるとこの全体がこういうふうにこう地になりやすいっていうねことがありますので、この三目取った手が非常に手厚いということが言えます。ということでまあ遡ってここですね、黒はおすすめの手は上の桂馬で、白が渡ってくれば外に厚みを作る打ち方、また白が曲がってくれば下跳ねて分断する打ち方というのがあるので、黒としては打ち込むことができればすぐにでもこう詰めた次の手として狙っていきたいという局面です。それではこの動画はここまでなんですが、もし楽しかったらいいねを押してください。またチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。